1995年のヤクルトスワローズでは、1995年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、野村和也監督の6年目のシーズンであり、2年ぶり4度目のリーグ優勝と2年ぶり3度目の日本シリーズ制覇を果たしたシーズンである。前年3連覇を逃したチームは、巨人対策のため、OBE の隅三尾投手コーチに昇聘。また、 前年までに軍監督を務め、マネージャー暮らしの長かった松井雄天をヘッドコーチに迎えるなど、就任6年目の野村監督は、コーチ陣を再編。開幕前は FA で広沢克美と自由契約により、ジャック・ハウエルが巨人に移籍により戦前の下馬評では、苦戦が予想される中、開幕戦は斎藤正樹に完封負けを喫したもののよく試合では、 クワタ・マスミに完封される目前で、飯田哲也への危険球により退場に追い込まれた後、リリーフで登板した、橋本清石毛博を攻略し、逆転勝ちを収め続く、第三戦も勝利する。その次の対中日戦で、阪神を自由契約になり、ヤクルトに加入したトーマス・オマリーが3打席、連続本塁打を放つなど、オマリーとロッテから加入のヘンスリー・ミューレン。 そしてテスト入団のテリー・ブロスの外国人勢の大活躍によりチームは7月まで首位を独走するが、三村俊幸監督率いる広島に1ゲーム差と迫られた。しかし8月以降広島の主力選手にアクシデントが続出すると再び突き放し、9月9日の巨人戦ではブロスがノーヒットノーランを達成して、巨人の自力優勝を消滅させると、最後は2年ぶりに、 リーグ優勝。さらにオリックスブルーウェーブとの対戦となった、同年の日本シリーズでもオマリーが活躍、古田敦也を中心としたバッテリーも、一郎を徹底的に封じ込め、4勝1敗で解消し2年ぶりの日本一奪回を果たした。ありがとうございます。